寿司は日本の食べ物じゃないぞ。寿司の起源は韓国や中国なんだから。寿司は韓国のキンパという食べ物を真似て誕生した食べ物なんだよ。そういった瞬間、なぜかみんなは俺をバカにしたように笑い出したんだ。突然ですが皆さんは日常目にするものの起源を考えたことはありますか？例えばお寿司。日本食と呼ばれるお寿司ですが、実は起源は日本ではありません。お寿司は東南アジアから伝わったと言われているのです。江戸時代の頃にお寿司は屋台で提供されるものとして広まりました。今のように生のお刺身ではなく、お酢で締め殺菌されたものや煮付けなどにして火を通したものでした。いわゆる現在のお寿司の形になったのは明治時代初期頃と言われています。今回は自国を愛し日本が嫌いなある韓国人男性のエピソードを紹介します。彼は今までの経験から日本にいい印象は全く持っていませんでした。そんな彼は名水百選の一つである島原湧水群を鯉が泳ぐ町として紹介し、絶賛している番組を見て捏造であると思い込み、真実を暴くため訪日することにしたのです。日本が嫌いなあまり、世界から絶賛される日本は全て偽物だと思い、番組をきっかけに行動に移すことにしたのです。彼は実際に日本に訪れ、何を感じ、何を思ったのでしょう。早速見ていきましょう。俺が日本の真実を世界中に暴露してやるんだ。俺は韓国人の村民。俺は自分の生まれ育った韓国が大好きだ。韓国で YouTuber をしているんだけど、俺のチャンネルではそんな韓国の素晴らしさを伝えるため、世界に誇る韓国の文化や他国との比較を紹介しているんだ。動画に対するコメントでは、もっともっと韓国の良さを広めてくださいとか、韓国最高、これからもどんどん素晴らしさを世界に伝えて、なんて声も多く、俺の動画は好評で、韓国がいかに素晴らしい国かということを伝えられていると自負しているよ。そして俺は日本が大嫌いなんだよ。韓国で生まれ、学生時代から普通に勉強をしていれば、日本がどんなにひどい国かはみんな知っているさ。韓国では今までの日本との歴史や、日本人の醜さを学校で教わるからね。日本はハングルの使用を禁止したことをはじめ、あらゆるものを搾取し、強要するなど、とにかく韓国に対しひどい仕打ちをしてきた国だ。それにもかかわらず、植民地支配した事実はなく、日韓併合だとかインフラ整備などといって、日本のおかげで韓国が発展したという日本人までいるほどだ。そして最近の日本は、あらゆるものを韓国から真似をして、しかもそれを自国の文化だとしている。とんでもない国だよね。だけどそれらの真実を知らない世界中の人々は、日本の発信を信じ、日本は素晴らしいなんて言っている始末さ。韓国に直接的にひどいことをしてきただけにとどまらず、世界中に嘘を垂れ込み、韓国の評判まで下げる。そんな国を好きになれるはずがないよね。俺が日本を嫌いなエピソードは、学校で教わった歴史上の出来事はもちろんだけど、それ以外にもあるよ。昔アメリカに留学した経験があるんだけど、そこで様々な国の友人たちと、どこの国の何を食べてみたいかという話をしたことがあったんだ。みんな意見は様々だったんだけど、その中の一人が、昔日本で寿司を食べたことがあるんだけど、もう一度日本で寿司が食べたいよ。本当に美味しかったんだ、と言ったんだ。すると、その発言を聞いた他の友人たちも揃って、日本の寿司は最高だよなんて言っていたんだ。だから、寿司が日本のものだなんて信じている友人たちに対して、俺は寿司の起源というものを教えてやることにした。寿司は日本の食べ物じゃないぞ。寿司の起源は韓国や中国なんだから。みんな驚くだろうと思って、俺は自信満々に伝えたさ。だけど、みんなは俺をバカにしたように笑い出したんだ。おい、何を笑っているんだ。寿司は韓国のキンパという食べ物を真似て誕生した食べ物なんだよ。キンパの写真を見せながら真実を教えてやったよ。すると、実際に日本で寿司を食べたことがある奴らが口々に言い始めた。
これは日本の寿司とは全く別物じゃないか。だけど日本の海苔巻きに似ているな。今調べてみたけど、韓国のキンパという食べ物、昔は海苔巻きと呼ばれていたみたいだよ。ってことは、どちらかというと日本の海苔巻きを韓国が真似したんじゃないか。なるほどね。そうだよね。寿司は日本の食文化の代表だもんね。本当に韓国は日本のものを真似しては自国の文化だと主張することが多いよね。なんて会話を繰り広げていたんだ。そんなみんなの態度を見て、俺はあまりに腹が立ったよ。日本が様々なものを韓国から真似ているというのに、こんな言われようはないだろうと思ったよ。だから俺はみんなの言うことは間違っていると教えてやるために、他にも日本が真似した韓国の文化を教えてやることにしたんだ。ペペロっていう韓国で人気のお菓子があるんだけど、それも日本は真似しているんだよ。ペペロ？聞いたことないけど、どんなお菓子なんだ？細長い棒状でチョコレートのついたお菓子さ。日本のポッキーというお菓子がそっくりなんだよ。そしてそのお菓子そのものだけでなく、韓国ではペペロの形から11月11日はペペロデーっていうのがあるんだけど、日本はそこまで真似をして11月11日をポッキーの日なんて言ってるんだぞ。俺の話を聞いた友人がすぐにネットで調べ始めた。いや、これもまた嘘だ。日本の方が20年近くも早くポッキーを発売しているみたいだ。そしてみんな揃って、やっぱり韓国はすぐに日本の真似をするんだね、なんて話していた。いつもこんな感じだ。日本が韓国の真似をしたという真実を話すと、まるでみんな日本を擁護するかのような態度をとってくるんだ。そんなことから俺はどんどん日本を敵視し、さらに嫌いになっていったんだよ。ある日、家でテレビを見ていたら、日本の特集をやっていて、夕水がきれいで有名な田舎町の紹介がされていた。そこはとにかく水のきれいな町で、しかも100メートルほどの長さの用水路には鯉が泳いでいる、なんてことを言っていた。だけど俺はそれを見てすぐに思ったよ。日本のことだ。観光客が多く訪れる場所や、取材に合わせてきれいにし、鯉を泳がせているだけの偽の情報だとね。だってありえないだろ。街中に鯉が泳いでいるんだぞ。そんなことあるわけないさ。しかも番組ではこれだけにとどまらず、日本はきれいで素晴らしい国だと称賛していたんだ。街中でのゴミの管理、公衆の場のトイレの清潔さ、とにかく日本はどこも清潔だと紹介していた。だけどそんなことありえない。そこら中に清掃員がいるならまだしも、テレビを見た限りではそんな人の姿はないし、だとするとこれもまた取材に合わせてきれいにしただけだ。俺はあまりに信じがたい内容に、この番組で紹介されていた日本のすべてに疑いを持った。こんな番組を放送するくらいだからわかると思うけど、最近では韓国人でも日本が好きな人が多くなってきているんだ。学校で教わってきた韓国と日本の歴史も、すべてが真実ではなく、日本の主張が正しいなんていう人まで出てきているし、俺には韓国人であるにもかかわらず、日本を擁護するような思想を持っている。そんな奴らが信じられないよ。そして、そんな風に日本を贔屓することに怒りを覚えた俺は、自分のチャンネルを使って、日本の真実を世界中の人々へ向けて暴露してやろうと決めたんだ。多くの人が言う日本の清潔さ、治安の良さなどという、みんなが日本を贔屓する理由になっている部分を全て嘘だと証明するため、自分自身が日本へ行き、日本の真実を自分の目で見てカメラに収めることにした。そして日本に行く日がやってきた。本当の日本を世界中に知らしめるためにワクワクしながら旅立ったよ。そして俺は鯉の泳ぐ町に到着した。空港に到着した時点で絶句したよ。だって本当に綺麗なんだ。まずテレビでも見たように、本当にトイレが綺麗なのかを確認しようと空港でトイレに行ったんだ。驚きで言葉を失ったよ。テレビで見た通りなんだ。本当に綺麗で、韓国の公共の場のトイレではこんなところはないと思ってしまった。しかし、ここがたまたま綺麗なだけかもしれないと、俺は街に出て目的の場所に向かいながらも、
とにかくゴミの落ちている汚い場所を探したんだ。だけど、そんなところ本当にないんだ。韓国では街の中そこら中にゴミが散らばっているのが当たり前なのに、こんなことありえるのか？そして、そんなところは一つも見つけられぬままに、目的地である用水路に到着してしまった。そして、また驚きを隠せなかったよ。だって、本当にきれいな水の中を、きれいな鯉が泳いでいるんだ。それでも諦められない俺は、観光客の多い場所ではなく、少し外れた場所に行って、日本の裏側を見つけることにしたんだ。しかし、観光地以外でも汚い場所なんて見つからなかったんだ。少し歩き疲れて、時間もちょうどお昼時だったし、ご飯を食べるためファーストフード店に立ち寄った。ランチタイムと重なったのもあり、店内は混み合っていた。そこで俺はついにチャンスが訪れたと思って、カメラを回しながらトイレに行くことにしたんだ。だって、これだけ混み合っている忙しい時間帯に、トイレがきれいに清掃されているわけがないからね。やっと日本の裏側が撮影できると、嬉しい気持ちでトイレに入った俺は、また絶望したよ。だって、トイレがきれいなんだ。そして、どこのトイレに行っても見かける紙があった。その紙に近寄って内容を見てみると、清掃をした時間や人の名前が記入された表だった。こまめに清掃されていることが記されていたよ。そこで食事を終え、疲れも取れたところで、俺は荒探しを再開することに。とにかく少しでも汚いところを探そうと歩いていたら、たくさんの子供が遊んでいる公園を発見した。今度こそチャンスが訪れたと確信し、少しそこにいてみることにした。だが、ここでもまた衝撃の光景を目の当たりにしたんだ。みんなで集まってお菓子を食べていた子供たちが、ゴミを自分のバッグの中にしまったんだよ。何人もいたのに全員だ。韓国では外で食べたお菓子のゴミなんて、大人でもその場に捨てるのに、日本では子供たちですらマナーを守って持ち帰っているんだ。これを見て、ゴミが落ちて汚いところを見つけることなんてできないと悟ったよ。だから俺はシフトチェンジすることにした。マナーがいいとされる日本人のマナーやサービスの悪いところを見つけることにしたんだ。そこで俺が選んだのは寿司屋。みんなが口を揃えて美味しいという日本の寿司。それが一体どんなものなのかも含めて調査するため、寿司屋に決めた。いらっしゃいませ。入った瞬間、笑顔で気持ちよく迎えられた。韓国では友達のいない寂しいやつだと思われるから、一人で飲食店で食事をする人はあまりいないんだ。だから緊張していたけど、一人であることを気にしている様子などなく迎えられて、不覚にも少し安心してしまったよ。そして席に座るとすぐにおしぼりを持ってきてくれた。俺が日本人でないと気づいた店員が、英語は話せるかと聞いてきた。話せません。俺はそう答えたよ。英語も日本語も通じない外国人の客。そんな客は追い出すか、そこまでしなくとも嫌な対応をされるだろうと考えた。どこの国から来たんですか？韓国です。簡単な英語で話をしてきた店員にそう返した。すると、その店員は携帯を取り出した。そして画面を見せてくるので覗いてみると、翻訳アプリを使って俺に通じるように韓国語が表示されていたんだ。メニューも日本語のみでなく、英語のものまで用意されていて、観光客への配慮も感じたよ。だけど、英語を話せないと言った俺には、その翻訳アプリを使って丁寧にメニューの説明をしてくれた。そしてカウンター越しに出されたお寿司を食べて衝撃を受けた。まず見た目が綺麗なんだ。そして調味料もわさびとお醤油なんかでとてもシンプルなんだ。口に運ぶとさらに驚いたよ。本当に美味しくてね。お寿司の起源が韓国だなんてのを今まで信じていた自分を情けなく思うほどだった。それから食事を楽しんでいると隣の席に一人の男性が座った。そして大将と何やら話をした後、ようこそと韓国語で俺に話しかけてきた。韓国人なんですか？僕は日本人なんだけど、少し韓国語を話せるんだ。君は韓国人なんだって？はい、一人旅で日本に来ました。その男性と会話が弾み、俺は気になっていたことを尋ねてみることにした。
なぜ用水路に鯉を泳がせているんですか？観光地の特色としてという理由も一つあるんだけど、子供たちの豊かな心を育てたいなんて願いも込めて、きれいな水を有効活用し始められたことなんだよ。日本自体が世界的に見ても管理が厳しくてきれいなこともあるけど、この地は名水百選っていうものにも選ばれているほどきれいな水なんだよ。素敵な理由ですね。もう一つ気になることがあるんですが、錦鯉は泳ぐ宝石なんて呼ばれたりもしますよね。そんなものがあんな風に泳いでいて盗まれるようなことはないんですか？いやいや、日本人ならあそこから鯉を盗もうなんて思わないよ。こんな会話をして、俺は日本のダメな部分を探すことはもうやめることにしたよ。まだ日本に来て1日目だというのに、今まで韓国で教わってきた日本というものこそが偽物であり、評価されている日本が正しい日本だと気づいてしまったよ。日本を知るにつれて韓国との違いを大きく感じ、情けなくなるばかりだよ。韓国ではどこを歩いてもタバコの吸い殻やお菓子の袋、コーヒーのカップなどのゴミが捨てられているし、歩行者の邪魔になることなどお構いなしに多くの車が路上に止まっている。さらに韓国に訪れた観光客が韓国語を話せないとわかると失礼な態度をとる人もとても多いのが現実だね。それはお店の店員でもね。日本の悪いところを見つけることを諦めた俺は、残りの滞在は素直に日本観光を楽しむことにしたんだ。そこでも驚くべき出来事に遭遇したよ。俺の少し前を歩いていた女性が転倒してしまったんだ。すると近くにいた小学生ぐらいの女の子がすぐさま駆け寄り、大丈夫ですかと声をかけたんだ。さらに他の人は転んだ拍子に飛んでしまったカバンを拾い、その女性に渡したんだ。すみません、ご迷惑をおかけしました。大丈夫です、本当にありがとうございました、と女性がみんなにお礼を言うと、みんな去っていったんだ。女性が転倒した時、まず当たり屋を疑った自分も恥ずかしくなったし、転倒した女性に子供が駆け寄ることも、さらにカバンを盗んで逃げるのではなく持ち主である女性に届けることも、この一つの出来事で日本人の行動に一つ一つ注意を向けていなくても気づいてしまうほど当たり前に素晴らしいと感心してしまうことに出くわす、日本の民度の高さを改めて実感してしまったよ。本来の目的は日本のダメな部分を見つけ撮影し、日本の真実として世界に動画配信することだったけど、実際に日本に訪れ、日本人の優しさやマナー、日本の文化に触れて、いつか必ず日本の本当の素晴らしさを伝えることのできる YouTuber になろうと心に決めて韓国へ帰国したよ。今回のエピソードでは、反日精神の強い一人の韓国人男性が実際に日本を訪れ、日本の素晴らしさを知ることになりました。このように少しずつでも本当の日本を世界中の人々に知ってもらいたいですね。このエピソードには海外からの反応が多く寄せられましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本の清潔さはもちろん、他の国と比べて治安がどれだけいいのかよくわかるよね。俺の国では用水路にワニが潜んでいるよ。俺の国でも綺麗な川では鯉が泳いでいることはあるんだけど、日本のようにはいかず、その川で近所のおばさんがモップを洗ったりしているよ。綺麗な川があっても、それが保たれるという民度が大切だよね。韓国にだって素晴らしいところがたくさんあるのに、どうして人のものを欲しがり、それを自分のもののようにしてしまうんだろう。いかがでしたでしょうか。日本が大嫌いだった村民さんは、実際の日本を見て日本への考え方が少し変わったようでしたね。日本は韓国の真似をするということにも嫌悪感を抱いていた彼ですが、今回のお寿司に限っては、日本人も多くの人が日本が起源だと思っていたのではないでしょうか。けれど、あるものの起源がどこであれ、誰もが争うことなく楽しく美味しくいただけることが一番なのではないでしょうか。彼のように実際の日本を知らない人が少しでも日本の文化や日本人の素晴らしさを知ってくれるといいですね。
エマ、日本の支社に移動してくれないかしら。日本？いやよ、日本は汚いところなんでしょ。そんなこと言わずに行ってみて、きっと意見が変わるわよ。皆さんは海外で生活したことはありますか？海外移住はとても刺激的で楽しいことですが、日本とは異なる生活スタイルに戸惑うこともたくさんあるかもしれません。今回ご紹介するのは、韓国で生活した経験を持つフランス人女性のエピソード。韓国で生活していた彼女は、仕事の転勤で日本への移住を提案されます。果たして彼女は日本での生活を満喫できたのでしょうか？日本は汚い国？韓国在住のフランス人女性の体験談。私の名前はエマ、フランス人よ。私は貿易会社に勤めているの。仕事はとっても楽しいわ。やりがいもあるし、キャリアを積んでいくことは私にとって大きな生きがいになっているの。そんなある日、上司のクロエから呼び出されてこう言われたの。エマ、アジアに新しく支社ができたからそこへ行ってほしいの。新事業立ち上げの功労者になってくれないかしらってね。私はこれまでフランスを出たことがなかったから一瞬不安がよぎったわ。でもすぐに不安よりも楽しみな気持ちが湧いてきたの。わかったわ、私に任せて。だからもちろんこの仕事を受けることにしたわ。私はすぐに移動の準備を始めたわ。今残っている仕事の引き継ぎをして移住のための荷造りもした。韓国ってどんなところかしら。一緒に働く人たちはどんな人たちかしら。出発までの数週間、私は期待に胸を膨らませていたわ。そして待ちに待った韓国支社初出勤日、社内ではたくさんの人が働いていたわ。クロエが言うには、ここで働く人のほとんどは韓国人みたい。新しい環境に入るときはファーストインプレッションが大切よね。だから元気よく挨拶したの。皆さんはじめまして、私はフランスから来ましたエマと言います。よろしくお願いします。にこやかに挨拶してみたけど、帰ってきたのは冷たい視線と短い拍手だけ。韓国語で何か話している人たちもいたけど、まだ韓国語がよくわからない私にその会話は聞き取れなかったの。とても楽しみにやってきた韓国だったけど、この瞬間私は一気に不安な気持ちに襲われたわ。どうしよう、私はもしかしてとんでもない国にやってきてしまったのかも。翌日不安になりながらも私は会社へ向かったわ。おはようございます。私がそう挨拶しても返事はまばら。やっぱりこういう雰囲気なのね。仕方ない、気持ちを切り替えていくしかないわね。そうつぶやいて私は仕事に取り掛かったわ。でも新しい社屋ではわからないことがたくさんあったの。コピー機ってどこにあるのかしら。この書類はどこにしまっているの？近くのデスクにいた人にそう聞くと、彼は心底めんどくさそうな顔をしてこう言ったの。あのさ、あなたに仕事を教えるのは俺の業務には含まれていないんだから、自分で考えて動いてくれよ。え？あまりの冷酷さに私は驚いて声も出なかったわ。すると近くにいた女性社員も笑いながらこう言っていたの。そんなに困った顔をしなくても、フランスからやってきた偉い方なのか知らないけど、ここではここのやり方でやってもらわないと困りますよ。私は本当にとんでもないところに来てしまったのね。でも私はなんとかここでやっていかないといけない。クロエの期待に応えるためにも私は頑張るしかないの。私はぐっと唇をかみしめたわ。私が韓国にやってきて残念だったことは仕事だけではないわ。それは清潔感がないこと。韓国は街がとても汚いのよ。ゴミ箱が置いてあるのに道にゴミがたくさん落ちているの。どうしてみんなゴミ箱を無視してゴミをポイ捨てするのかしら。韓国支社の周りにも道端にゴミがたくさんあるの。社員が言うにはゴミ箱が少なすぎるせいだってことらしいけど、そうじゃないわね。きれいにしようっていう意識が足りないんじゃないかしら。その証拠に外国人観光客が集う有名観光地はとてもきれいにされているんだもの。きれいにしようと思えばできるのに、場所によって掃除が必要かどうか判断しているんじゃないかしらって思うわ。もちろん韓国にもゴミ捨て場はあるし、各家庭でゴミはまとめて捨てるというルールはあるの。でもなかなかルールが定着しないのか、
乱雑に捨てられたゴミたちが街を汚しているというのが現状なのよ。この不衛生さに関して私が特に我慢できないのが屋台のご飯。韓国では屋台文化が有名だけど、それがなかなかの不衛生さなの。まず店が一度も掃除していないんじゃないかしらっていうほどに汚い。調理の際に飛び散ったソースなんかがそこらについたままなのよ。調理している人の手もよく見ると洗っていないんじゃないかしら。たくさんの料理を作っているから多少の汚れは仕方ないとは思うけど、それにしても汚いわ。食べる人のマナーもなっていないしね。さっきも言った通り、韓国人は道端にゴミをポイ捨てしてしまう人が多いのよ。だから食べ歩きの屋台の周りなんてゴミだらけ。それを片付けようとする人もいないからひどいものよ。それでいて屋台の料理はそんなに安くないのよ。コロナ以降1000から2000ウォン値上がりしているからちょっと高いのよね。こんな価格でこんなに不衛生な環境でご飯を食べるなんて。フランスにいた時は外食が大好きだった私だけど、韓国に来てからはすっかり外食する気も失せて自炊が増えたわね。でもあくまでも私が韓国に来た目的は仕事、出世のためにここにいるのよ。辛くてもそう思うことで私はなんとか日々を過ごしていたわ。不衛生だし友達もいないし、ストレスの多い毎日だったけどね。でも私はこの仕事が大好きだから、何としてもここで頑張るって決めたのよ。韓国に移住して3年ほど経ったある日、クロエから連絡があったの。久しぶりね、まあ元気にしていた？懐かしい声に私は嬉しくなったわ。久しぶり、元気かと言われれば返事に困るところだけど、まあ元気よ。何よそれ、大丈夫なの？クロエは笑いながらそう言ったわ。そしてこう言ったの。あなたにまた辞令よ。韓国でとても頑張ってくれたから、今度は日本へ行ってもらいたいんですって。ゆくゆくはアジア全体をあなたに任せたいみたい。だからアジアの重要拠点である日本へ行ってほしいのよ。日本？私は驚いたわ。今度はフランスに帰れると思っていたのに、またアジア地域だなんて。ちょっと待って。確かにアジアを私に任せてくれるなんて話はとても魅力的だけど、日本は嫌よ。申し訳ないけど、私今韓国にいて、ここが自分にはあまり合わないんだって気づいてしまったの。日本もどうせ韓国と同じでしょ？汚くて、人々は不親切で。思わずそう口走ると、電話の向こうでクロエが困惑しているのが分かったわ。エマ、あなた韓国で相当大変な目に遭っていたのね。かわいそうに。でも安心して。日本では決してそんなことはないわよ。約束する。日本は絶対に大丈夫よ。クロエの自信ありげな声に私は驚いたわ。そうなの？私日本へ行ったことがないからわからないけど、でも日本も韓国と同じアジアでしょ？アジアでも日本と韓国は全然違うのよ。お願い、一度日本へ行ってみてよ。考えが変わるわよ。クロエにそう言われて、私は意を決して日本へ移動することに決めたの。フランスから韓国へ移るときはあんなにワクワクしていたのに、今回の私はあまり気が進んでいなかった。また嫌な国だったらどうしよう。せっかくアジアを任せてくれるって言っていたのに。そんなことを考えながら私は羽田空港に降り立ったわ。でも空港に着いた瞬間、クロエの言葉が脳裏に浮かんだの。日本は絶対に大丈夫よ。クロエがそう言っていた通り、日本は韓国と全く違うということがすぐに分かったわ。まず空港がとても綺麗。たくさんの人が行き交っているのに、床はピカピカに磨き上げられているの。それにトイレ、公衆トイレとは思えないほどの綺麗さよ。でもこれには秘密があるみたい。私がトイレから出た時に、清掃員らしき女性がトイレに入っていって清掃を始めたんだけど、壁に貼ってあったチェック表のようなものを見てみたら、かなりの頻度で掃除をしてくれていることが分かったの。日本人のトイレの使い方が綺麗であることは前提としてあると思うけど、それに加えてこんなにもたくさんきちんと掃除をしてくれるから綺麗なのね。フランスにはこんなに綺麗な公衆トイレはないんじゃないかしら。でも韓国でも外国人が行き交うような場所は比較的綺麗だったわね。
ふと韓国での記憶を呼び覚ましてハッとしたわ。そうだ、肝心なのは普通の街並みよ。観光地ではない場所が綺麗かどうかが重要なのよ。そう思った私は覚悟を決めて空港から街に繰り出したわ。でも空港を出た先でもどこへ行っても日本の街並みは美しいものだったの。ゴミは少しも落ちていないし、落書きもない。心なしか空気もおいしいわ。安心したらお腹が空いてきたわね。そういえば朝から何も食べていなかったことに気づいた私は、近くでランチができる場所を探したわ。見つけたのはラーメン屋さん。日本のラーメンはとてもおいしいから絶対に食べていらっしゃい。クロエにそう言われていたからちょうどよかった。店内に入ると店員さんがとても元気よく出迎えてくれたわ。いらっしゃいませ。マスクをつけているのに笑顔だとわかるくらいのにこやかさ。それに周りをよく見てみると店員さんはみんなマスクをつけていたわ。感染症対策はバッチリね。醤油ラーメンを一つください。そう注文して席に着くと、テーブルも椅子もきれいに清掃されていることに気づいたわ。店員さんの制服もとてもきれい。韓国とは大違いだわ。それに肝心のラーメンの味もびっくりするほど美味しかったの。フランスは美食大国と言われるだけあって、どこの店も料理は美味しいんだけど、日本もそうなのかしら。何気なく入ったラーメン屋さんで、こんなに美味しい料理に出会えるなんて。あまりの美味しさに一気に食べてしまったわ。私が店を出る時も、ありがとうございましたって店員さんが挨拶をしてくれたわ。高級料亭でもないのに、こんな送り出しをしてくれるなんて驚きよ。クロエが言っていたことは、本当なんだわ。思わずそう独り言を言ってしまったわね。翌日、私は日本支社へ出社した。韓国での経験があったから不安はあったけど、韓国の時と同じように元気よく挨拶をしてみたわ。すると、あの時とは違うリアクションが返ってきたの。みんな私の方をしっかり向いて、真剣に挨拶を聞いてくれたわ。それから、こちらこそよろしくお願いします。何か困ったことがあったらいつでも聞いてくださいね。日本は初めてですか？いつでも相談に乗るので何でも聞いてください。口々にそんなことを言ってくれたわ。そしてこちらが聞いてもいないのに、私の席やお手洗いの場所、コピー機の場所、給湯器の場所なんかを教えてくれたの。感動して泣いてしまいそうになりながら、みんな本当にありがとう、みんな優しいのねって伝えると、みんなきょとんとしていたわ。え、どうしたんですか？そんなに変なことを言いましたっけ？これくらいの親切は日本人にとって当たり前のことなのね。日本人はみんなとても温かい心を持っているんだって思ったわ。それからは私の心はとても軽くなったわ。心配していたことが杞憂に終わったからね。韓国では嫌な思いをたくさんしてきたけど、日本なら私は働ける、そう思ったの。私が思う日本の素晴らしさは他にもたくさんあるわ。特に最近驚かされたのは電車。日本支社は社宅から電車で2駅のところにあるから、私は電車で通勤しているの。毎日電車に乗っていると、日本の素晴らしさにたくさん気づいたのよ。まずは電車が時間に正確なこと。これは日本の鉄道の特徴の一つだけど、本当にすごいことよ。日本に来た外国人は、全員驚くんじゃないかしら。たった数分の遅れもない。本当に時間ぴったりに来るのよ。フランスを含めヨーロッパではこうはいかないわ。数分の遅刻なんて当たり前だもの。日本人がフランスの鉄道に乗りに来たら逆に驚くんじゃないかしら。それから電車に乗るときにはみんなきちんと列を作って順番に乗り込む姿にも感心したの。たくさんの人がいるけど混乱が少ないのは日本人のモラルがしっかりしているからなんだわ。ぎゅうぎゅう詰めの車内に長らく乗っているのは大変だけど、みんな文句も言わずに乗っているから、私も頑張らなくっちゃって思えるのよ。大変な思いをして会社にたどり着くと、車内アナウンスが鳴ったわ。清掃の時間です。アナウンスはそう言ったの。何のことかしらと思っていると、部下の鈴木さんが私のもとに駆け寄ってきたわ。エマさん、今日は月に一度の清掃の日なんです。今から社外に出て会社周辺の清掃をしましょう。外の？私は驚いたわ。
日本では会社のボランティア活動の一環として会社の周辺を掃除するところが多いんですって。なんて素晴らしいのかしら。なんて素晴らしいの。喜んで掃除するわ。そして私はみんなと一緒に落ち葉を拾ったり草を取ったりしたわ。みんなでやるとあっという間にきれいになるし気持ちがいいわね。こうした心がけが当たり前になっている国だからこそこんなにきれいなんだなって思ったわ。大変だったけど私は韓国で頑張ってきてよかった。だってあの時の頑張りのおかげで今日本で生活できているんだもの。私はこれからも会社のため日本のため仕事とボランティア活動を精一杯頑張っていきたいと思っているわ。韓国で大変な思いをされたエマさんですが、日本のことはとても気に入ってくれたようでよかったですね。今回のエマさんの投稿には海外からもたくさんの声が寄せられましたので一部ご紹介しましょう。日本は本当に素晴らしい国だよね。同じアジアでも付近の国々とは大違いさ。アジアで一括りにしないでほしいよ。日本へ転勤なんて羨ましい。私も日本が大好きだから日本の企業に転職しようかと思っているくらいよ。日本のボランティア精神は素晴らしいよね。だから日本は綺麗なんだ。渋谷や原宿みたいにたくさんの人がいる街でもあの綺麗さを保てているのは奇跡だと思うよ。皆さん日本に好意的な意見を持っていてくれて嬉しいですね。日本は治安の良さや街の清潔感、人々の親切さが話題となって世界有数の観光地となりつつあります。これからも私たち一人一人が心がけ、世界中に愛される日本であり続けたいですね。韓国人の私からすれば日本って信じられないことばかりよ。外国人から見ると日本はかなり異質な国のようです。しかしその異質さが外国人を引きつけていることも多くの日本に対するコメントから裏付けられています。今回紹介するのはある韓国人女性の日本体験のエピソードです。外国では見られない日本の光景とは。こんにちは、私はソユン、韓国人よ。私は韓国の新聞社の家庭欄を担当する記者なの。今度企画で世界の家庭や料理の特集をすることになった。アジアからヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニア、アフリカにまで及ぶ地域をそれぞれの記者が担当することになったのね。それで私は日本を担当したいって希望を出したわ。ヨーロッパやアメリカの希望が多かったみたいだったけれど、私は前から日本の文化に興味があったの。日本なんて近いからいつでも行けるじゃないっていう同僚もいるわ。でも日本の文化をしっかりと調べたかったからすごくいい機会だと思ったの。それでまず韓国の文化ってどんな風に見られているのか調べてみたわ。調べてみて一番多かったのが韓国は美容整形大国だというものだった。解説には韓国は美意識の高い国で美容整形をするのは美しい外見を持っていると就職するときや結婚するときなどに有利になるからだと書かれていたわ。韓国人の私からすればこれって文化なのかなと思ったけれど、続いて出てくるのが K-POP だった。 K-POP は私も好きだし韓国が誇る文化だと思う。 K-POP はアジアだけではなく世界中で人気のある韓国を代表する文化だと紹介されているわ。中でも BTS は世界的な音楽賞であるグラミー賞にもノミネートされるほどの人気と実力を併せ持っているとも紹介されていた。韓国の食文化に関してはまずキムチが紹介されているの。私もキムチは韓国を代表する食べ物だと思う。韓国人はほとんど毎日キムチを食べているとあったけれど、まあそういう人もいるっていうことで私は毎日は食べないわ。韓国の伝統的な料理はたくさんあって私はほとんどのものが好きよ。ビビンバ、サムギョプサル、チヂミ、キンパ、サムゲタン、どれも今や世界的に知られている料理だと思うの。この中で私が一番好きなのはキンパよ。キンパはキムが海苔で、パはご飯、つまり海苔巻きのことね。ほうれん草や人参、牛肉などを巻いて作られたキンパは見た目もとてもカラフルで華やかなのよ。見ただけで元気が出る感じがするの。ごま油で味付けするんだけれど、コチュジャンソースにつけると旨辛味になってとても美味しいのよ。
もう一つ好きなものがあって、それはチヂミなの。チヂミは水で溶いた小麦粉を鉄板に平たく伸ばして、その上にイカやエビ、ネギ、人参、キムチなどを混ぜ合わせて焼いたものなの。チヂミは家にある具材で簡単に作れることから、雨の日に食べることが多い料理って言われているのよ。私は雨の日は外出せずに、家にあるものでチヂミを作ることがあるわ。このキンパやチヂミに似たものが日本にもあるのね。巻き寿司とお好み焼き。写真で見たわ。どちらもよく似ていた。日本に行って取材をする予定を立てないといけないの。テーマは日本の家庭と日本料理だから、まず日本の家庭を調査しないといけないのね。実は私には日本で韓国料理店を営んでいるいとこがいるの。ユナといって私より3歳年上の姉のような存在で、2年前に日本で韓国料理のお店を始めたのよ。お店も軌道に乗ったようで、時々連絡をくれるの。私は日本に行くことになって、すぐにユナに連絡をしたわ。ユナは知り合いの日本人の家庭や日本料理、日本の街などを紹介すると約束してくれた。あとは日本に行って、日本の家庭と日本料理を取材するだけだと思って、日本に出発したの。約2時間ほどで日本の空港に着いたわ。日本の空港はとても綺麗で設備も素晴らしく、とても活気があった。そして日本に来て最初に驚いたのが、空港から市内に向かう電車での駅の整然とした乗客たちの様子だった。韓国では乗車するとき、結構先を争って乗ろうとすることが多いの。でもここでは降りる人を先に降ろして整然と乗り込んでいったわ。いとこのユナが迎えに来てくれていたので、ユナに日本ってどこでもこうなのと聞いたの。ユナは、そうよ、私も最初日本に来た時には驚いたわって言って、でもこれからまだまだ驚くことがあるわと言って笑ったわ。ユナのお店にまず行ったの。ユナは日本でどうしても韓国料理のお店を開きたかったのね。そのきっかけになったのは、ある韓国料理のお店で日本人の観光客が韓国料理にすごく感動していた光景を見たことなの。ユナは両親から料理が下手だといつも言われていた私とは違って、もともととても料理が上手で、ユナが日本で韓国料理のお店を開きたいって言った時、絶対大丈夫だと思ったわ。日本でお店を開くまではかなり大変だったみたいで、何度も日本に行って様々な交渉ごとをこなして、やっと開店までこぎつけたのね。その間に日本人の男性と知り合って、すっかり意気投合したみたいで、一緒にお店を切り盛りしているのよ。私は仕事が忙しくて日本に行く機会がなかなかなくて、今回の企画が持ち上がった時、すぐに日本を希望した。日本の文化には前から興味があったし、ユナのお店に行けるし、一石二鳥だと思ったの。ユナのお店はお昼と夕方から夜にかけての時間帯で営業しているのね。お店に着いた時は仕込みの時間中で、日本人のケンタが夜の時間帯の仕込みをしていたわ。ユナとケンタはパートナーのような関係みたい。ユナは開店にこぎつけるまでの苦労話を語ってくれたわ。最初に大変だったのが適当な店舗を探すことだったのね。お店はある程度立地が良くないと開店してもお客さんが来ないわ。ユナは日本語はかなり勉強をしたみたいで、翻訳アプリも使いながら交渉したらしいの。かなり苦労したらしいんだけれど、ケンタが協力してくれてからはかなりスムーズに進んだらしいわ。なんとか店舗が確保できて、あとはユナの料理の腕と天性のサービス精神で今までなんとか順調に来たみたい。ユナのサービス精神は確かに天性のものかもしれないわ。小さい時から私をいろいろなことで喜ばせてくれたの。その頃からユナは周りからお店をやればきっと成功するって言われていたのよ。その通りになったというわけね。夜の時間帯になると、その日は平日だったけれど、かなりのお客さんが来たわ。私もユナの作る韓国料理を久しぶりに食べたの。とても美味しかった。次の日はお店はお休みだったので、日本の街を案内してくれることになったの。翌日ユナに日本の街を案内してもらったわ。電車の駅は空港での時と同じように静かで、順序よく乗り降りしていた。ユナの言う通り、どこの駅でもこんな風なのかなと思ったわ。
電車の中も静かで、韓国では携帯電話で話す人がいるけれど、そんな人もほとんどいなかった。アーケード街にお店がたくさんあって、その中の八百屋さんはお店の外に商品が並べられていた。中にお店の人がいたんだけれど、外の様子を見ているわけでもなかったわ。私がまず思ったのは、外にある商品が取られないのかなということだったの。ユナにそのことを言ったら、私も来た時は思ったわ。でも日本では商品が店の外にあってもめったに取られないのよって言ったわ。韓国ではありえないと思わず叫んでいたの。ユナはただ笑っているだけだったわ。お昼過ぎだったのでレストランに入ったの。席に座るとすぐにお水とおしぼりが出てきた。日本に来る前に日本の文化をいろいろ調べていた中に、日本のレストランのサービスのことが出てきたの。その時に出てきたことを少し紹介するわ。レストランでのサービスをおもてなしっていうのね。コメントも寄せられていたわ。日本のレストランではお水とおしぼりはセットで出てくるの。しかも無料よ。おしぼりが出てきた時はびっくりした。僕の国ではおしぼりは有料なんだ。日本で普通に出てきた時は後で請求されるんだろうなって思ったけれど、無料だったのでさらに驚いたよ。お水が無料なことにも驚くのね。私の国では300円ぐらいするわ。飲み物も結構高いからお水代を入れるとかなりになるの。無料の日本はかなり助かるわ。日本のレストランにはご飯やスープのおかわりが無料というところもあるのね。ご飯やスープが無料でいくらでも食べられるなんて、私の国ではありえないことよ。料理にご飯が無料でついてくるのは、学生だった僕にはとても助かったな。ユナに調べたことを話したら、無料のご飯とスープは私もよく利用している。初めてケンタと行った時は、お腹いっぱい食べたと言って笑ったわ。私は食べながらあることがすごく気になっていた。それは、食事の途中で席を離れる人がいるんだけれど、その人は一人で来ているのに持ってきたカバンを席に置いたままにして席を離れることなの。私は置いたままのカバンが取られないかってハラハラしたわ。ユナにこのことを言うと、そうよね。私も最初に見た時そう思ったわ。でも日本ではこういうのは日常の光景なのよ。日本人は他人のカバンを取ろうなんて思わないのね。日本はとても治安がいいから大丈夫なんだとケンタに言われたわ、と言ったの。その後、ユナは2年前の店舗を探した時の苦労話を語ってくれた。不動産屋に店舗を見せてもらった時に、一番気になったのが、セキュリティが甘いということだったの。店舗の鍵もすぐに開けられそうに思ったのね。その時はケンタも一緒だったの。ケンタは私の懸念に対して、日本の街は治安がとてもいいから、店舗に人が侵入してくることなんかめったにないよと言ってくれたのよ。それから健太といろいろなところを歩いてみて、日本はとても治安のいい国だと思うようになったわ。韓国ではとてもありえないことばっかりだったのよ。早速日本の治安の良さに関して調べたの。日本の治安の良さは異常だという外国人の反応に対するコメントが寄せられていたわ。僕が日本の街を歩いていて一番カルチャーショックを受けたのは、どの自転車も簡単な鍵しかかけていないことで、中には全くかけていないものがあることなんだ。日本って本当に安全なんだと思ったよ。僕は自転車に鍵をかけたことなんてないんだ。こんなに安全な国に住めているなんて、まるで神の祝福を受けているようなものよ。僕が経験した中で日本ほど安全な国はないよ。だから今は日本に恋をしているような気分だよ。私が見たのは電車の中で寝ている男性。私の国なら何か必ず盗まれるわ。でもその男性何も起こらなかったわ。僕は男性がズボンの後ろのポケットに財布を入れているのを見た。財布を抜き取られるんじゃないかとハラハラしたよ。僕の国では考えられないことだ。店の外に商品を出している店があった。誰も商品を取ろうとしない。こんなことを日本でしかできないよ。私が見て驚いたことをみんな一度は経験しているのね。日本の治安の良さはこれらのコメントでよくわかるわ。他にも日本の自動販売機についてのコメントが寄せられていた。日本には自動販売機が至るところにあるのね。しかも
人通りがあまりないようなところにもあるわ。そんな場所にある自動販売機が壊されることもないの。日本って自動販売機だらけじゃないか。自動販売機を利用したんだ。その自販機は冷たい飲み物と温かい飲み物のどちらも出てくるものだったよ。こんな自販機日本だけではないかな。自販機からお金をかすめ取ろうというような人間もいないって驚きよね。日本では落とし物や忘れ物をしても必ず戻ってくるとユナから聞いたわ。私も以前忘れ物をしたことがあって、結局戻ってこなかったということがあったの。それほど大切なものではなかったけれど、なくしたことはとてもショックだったわ。日本では落とし物を見つけた人のほとんどが警察などに届けてくれるのね。韓国ではありえないと思うことばかりだわ。私は特集の記事を書くために日本の家庭を訪問させてもらった。訪問したのはユナのお店の常連の日本人のお客さんで、斉藤という標準的な日本の家庭だったの。斉藤さんはご夫婦と男の子と女の子の4人家族で、4人とも明るくて日本の家庭の様子を詳しく話してくれたわ。斉藤さんの家庭は4人とても仲が良くて、みんなで協力して毎日生活を送っているという印象だった。斉藤さんの家庭を見ていて、日本は社会的な基盤がかなりしっかりしている国のように思えた。次は日本の食文化ね。ユナは2年日本にいるから、日本の食については結構詳しいみたいなの。ユナについて行って日本の食文化を取材することにしたわ。日本の料理は和食というのね。ユナに言わせると、和食はとても範囲が広いらしいわ。高級な懐石料理から町の定食屋さんの料理まで、すべて和食というんだって。ユナは懐石料理はご馳走できないけれど、定食屋さんなら大丈夫よと言って笑ったわ。和食をいろいろ調べてみたの。本当に様々な種類のものがあった。外国人に人気のあるものを挙げてみるわ。まず、お寿司、刺身、それから焼肉やステーキ、すき焼きなどの和牛、そしてラーメン、カレーライス、お好み焼き、おにぎり、さらに卵かけご飯なんていうのもあった。そして、ユナが招待してくれるという定食屋さん。ユナはよく定食屋さんに行くらしいわ。もちろん、ケンタに教えてもらったらしいんだけれど。定食屋さんの歴史はかなり古くて、17世紀の中頃くらいまで遡るのよ。江戸時代に丼飯といって、丼という器にご飯と簡単な惣菜を入れてお客さんに出したのね。その後、時代が経って食堂ができて、今のような大衆向けの定食屋さんに発展していったのよ。ユナは、定食屋さんのメニューはとてもたくさんあって、毎日行っても全然飽きないというの。ユナのお店が休みの時に定食屋さんに連れて行ってもらったわ。本当に街角にあって、外観はそんなに新しくないけれど、中に入るととても清潔でいい匂いがした。席に座るとレストランと同じでお水とおしぼりが出てきたわ。早速メニューを見たの。ユナの言った通り、多すぎて選べないくらいの定食が載っていたわ。ユナにいろいろな説明を聞いて、私はサバの味噌煮定食を注文した。ユナは天ぷら定食を注文したの。ワンプレートにサバの味噌煮とご飯とお味噌汁、それに一品の惣菜が並べられていたわ。ユナが、この形式は一汁三菜という日本料理の基本の形なのよって説明してくれたの。一汁三菜というのは和食の基本で、体に必要なエネルギーになるもの、体を作るもの、体の調子を整えるものという3つの栄養素をバランスよく摂取することができるように工夫されているんだって。和食の素晴らしさがよくわかったわ。ユナも和食の素晴らしさはよく理解していて、韓国料理に何とか取り入れられないかってケンタと相談しているらしいの。こうして日本に来ていろいろと経験してみると、韓国ではありえないことが日本では日常のことだったのね。ユナも2年間でそのことがよくわかったと言っていたわ。日本の家庭の様子も日本料理もしっかり取材できた。あとは原稿をまとめて韓国の本社に送るだけ。もう少し日本にいて定食屋さん巡りをしようかなって思っているの。ソユンさんは日本に取材に来て、日本のありえない現状を目の当たりにしたようです。
日本には外国人が驚くようなことがたくさんあります。ソヨンさん、日本にいて日本の良さを満喫してくださいね。皆さんの感想をぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。